アレクサンドル・イリー・チュウリアノフ、ロシア語、ラテン語自転車、アリクサンダー・イル、イッヒュール・ノーブ、1866年4月13日から1887年5月20日は、ロシアの動物学者、革命家、ロシア帝国末期の反皇帝運動に加わり、アレクサンドル2世を暗殺したソフィア・ペロフスカヤの秘密結社、人民の意思の一員として、 アレクサンドル三世暗殺計画に関与する。計画失敗後、除名弾丸を拒否して軽視した。マルクス主義による、ロシア革命を主導した、革命家、ウラジーミル・レーニンの実刑にあたる。1866年4月13日、カルムイク系ロシア人の物理学者、イリア・ニコライビチューリアノフと、ユダヤ系スウェーデン人の教育家、マリア・アレクサンドロブナ・ブランクの長男として、 ニジにノブゴロドしに生まれる。父が帝国政府からシンビルスク州の教育総監に任命され、兄弟姉妹で共に移住する。1883年、シンビルスクでの教育を終えると、サンクトペテルブルク大学理学部に入学許可を受け、帝都に移り住んで動物学を専攻した。二人の弟をラジーミルとドミトリーもそれぞれ法学者と医学者の道に進み、 学者一家としての期待に応えていた。在学中も優秀な学生として過ごし、自然科学分野での学業成績で表彰されている。一方で自由主義者であった父の影響もあり、帝国内で高まりつつあった反応党派運動に、共感を持ってナロードにキ派の秘密結社、人民の意志に参加している。人民の意志は、指導者、 ソフィア・ペロフスカヤによる皇帝アレクサンドル2世暗殺に成功したが、同時にペロフスカヤらも処刑されて、組織は壊滅状態にあった。アレクサンドルはイデオローグとして影響を持ち、従来の組織におけるスローガンであったナロードニキ主義に加えてマルクス主義を運動に取り込んでいった。すなわち労働者を国家の中心とし、これを知識人階層が指導することで、 君主制自体を打倒することを掲げ、何よりその手段としてのテロリズムを肯定した。組織を再建したアレクサンドルは、人民の意志の残党によるテロを計画。アレクサンドル2世暗殺事件から6年目となる1887年3月1日に、その息子である、現皇帝アレクサンドル3世暗殺を決行する。しかし事前に計画を察知していた、護衛部隊によって、 実行部隊はネフスキー大通りでの式典を襲撃する直前で拘束され、アレクサンドルも人民の意志の残党を先導した容疑で逮捕された。参加した者の中には恩赦を受けて、死罪を免れた者もいたが、アレクサンドルは抗弁も嘆願もせず、死罪を宣告された。1887年5月20日、アレクサンドルは組織の幹部であるパフォーミー、アンドレイシュキン、 バシーリー・ゲネラーロフ、バシーリー・オシパーノフ、ピョートル・シェービリオフらとシリッセルブルクで公主刑に処された。21歳ボーツ、また組織の一員でポーランド系ロシア人であった人類学者、ブロニスワフ・ビュスツキはカラフトに流刑とされ、この際の経験からアイヌ人についての記録をまとめている。この事件は日本にも影響を与え、宮崎無流が虚無当日電気機収集を書き、 出版条例違反として、軽金庫の判決を受ける騒動が起きている。後に、長尾トトレーニンが成立させたソビエト連邦では、レーニンの父で自由主義者あった、イリア・ニコラエビ・チューリアノフと並んで検証され、1972年に、ソ連の天文学者、タマラ・スミルノワが発見した、小惑星に、ウリアノフの名を冠している、サーリエの除名単案をするように頼む母。 アレクサンドロブナに対して二人の男が決闘していると思ってください。カズトがピストルを撃ったが弾は逸れた。彼はもう一人の男に対して撃たないでくれなんて言えますかと述べたという、ありがとうございます。